京都武豊騎手はロックラに騎乗。気になる馬はちょっといないかなただ先週のジャパンカップのドウデュース効果か、まあ、イチロー選手との対談動画の効果が分かんないんですけど、明日の武豊騎手の騎乗馬のオッズが異常に低くってね、なんかインフレ状態にありますね。前日29日金曜日の12時の段階なんですけども、3レースのメイケイレインが 1.3 倍、4レースサウンドモリアーナ 2.1 倍、5レースアルマデオロ 3.9 倍。まあこれ、まあ今アルマデオロは3番人気ですね。まあこれぐらいはあるかなとは思うんですけど、8レースのカルパは 3.3 倍、これも1番人気ですね。で9レースのマジカルシャインが 2.0 倍。まあ、朝になってどれぐらい変わってくるかっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとここら辺はつきすぎかなと思うんですね。で、まあ、メインのエアファンディタは 67.9 倍と、まあ、人気薄なんですけども、まあ、これ以外はね、ちょっと過剰すぎますね。3レースのメイケイレインは、まあ、前走勝ちパターンの競馬だったんですが、差し替えされての2着でしたね。まあ、勝ち馬の鞍上は、クリスチャンデムーロでしたが、まあ、今回もメイケイレインより2頭外にいるんですよね、クリスチャンデムーロの騎乗馬が。まあ、この馬、このクリスチャンデムーロの、騎乗する馬は初ダートなんですけども、まあ、兄弟が皆ダート馬なんで、おそらくいきなりでもダートは走れるんじゃないかなと思うんですね。まあ、あとクリスチャンデムーロは先週の京都、土曜京都の2レースのシュパレントビルをね、まんまとマークして最後競り潰したという馬なんで、まあ、クリスチャンデムーロがちょっと怖いですね。でまあ、ちょっと新馬戦は置いといて、まあ、アルマデオロとかね、勝ってほしいんですけど、まあ、ちょっと馬券は、まあ、これはまあ見るだけのレースかなと思いますね。まあ、リバティアイランドのゼンマイもいますしね。まあ、レースとしては面白いかなと思うんですけど、ちょっと買うのはちょっとやめとこうかなと思いますね。そして8レースのカルパですね。まあ、前走の内容が、まあ、追い込みの、見た目的には良かったと思うんですけど、まあ、果たして今回あれより前に行けるのかっていうので、まあ、今回もクリスチャンデムーロのナゲットモンスターっていうのがいて、まあ、こっちの方が持ち時計が早くて、まあ、配当的にも妙味があるんですよね。なので、まあ、馬券はナゲットモンスターから、まあ、これが頭でカルパと、あとデムーロ弟のモズナイスバディと、まあ、あと川田の帝王ドラッカー、カンタのブーヤカで考えてますね。まあ、この4頭に流そうかなと。あとはマジカルシャインもこれ初芝で2倍ですね。これなんでこんな人気なんだ、初芝なのに。まあ一番人気はちょっと見込まれすぎじゃないかなと思うんですけど、まあちょっと今回は過剰人気すぎてね、ちょっと買うのはおっかないなと。まあ2、3勝してもおかしくはないと思うんですけど、まあ配当を考えるとね、ちょっとここは買わずに応援の方が賢明かなと思いますね。まあそれよりもまあ日曜日のね、サンライズジパングに突っ込んだ方がいいなと思って、ちょっと土曜日はまあ様子見というかね、まあ遊びの馬券を買おうかなと。あとまあチャレンジカップですね、エアファンディタ前前走と、まあ前走と14着が 2回連続で、毎日王冠はしんがり負けでしたね。まあ今回は休養明け3走目なんですけども、まあ多少上がり目はありと見て、まあ副賞をちょこっと買おうかなぐらいの感じですね。まあ馬券の中心はディープモンスターで考えてます。中一周ですけども、前走前前走と58.5キロで、まあ、3着4着でしたね。まあ、今回はようやく57キロで、まあ、ここは実績上位なんでちょっと面白いかなと思ってますね。まあそんなに人気がなければね、買おうかなと思うんです。であと相手は小金の空で、まあ今京都が連続開催で、もうババがね、めちゃくちゃ荒れてますからね。まあなので、このアレババの適性がある馬ということで、まあゴールドシップの子なんで、ちょっと小金の空を買ってみようかなと。まあ、洋芝で、札幌でのまあ、勝ちもありますしね。まあこの馬が2番手かなと思ってます。まあ、この馬自身アレババの経験はないんですけども、まあゴールドシップの血統がなんとか、してくれるんじゃないかなと勝手に解釈してますね。あと3番手はエピファニーですね。これは小回りコースの方が良さそうなんですけども、まあ、調教の内容から、まあ、まあ、小回り、まあ、京都は今回内回りですし、まあ、もうちょっと小回りの方がいいんですけど、まあ、小倉とかね、中山とか、まあ、調教の内容も良さそうだし、まあ、この馬3番手に、まあ、場合によってはこの馬本命にしようかなとも思ってますね。まあ、ちょっと当日の気配で考えたいなと思います。まあ
あとこれにエアファンディタとハビットも加えてと思いますね。まあなので結構回答的にはつくんじゃないかなと思うんで、まあちょっと買い方を間違えないようにしようかなと。まあ3頭単勝でもいいかなと。ディープモンスター、黄金の空、エピファニーを単勝で買って、あとまあどっか玉を決めて生まれん流しとエアファンディタは副賞だけと。まああとハビットは生まれんの紐でという感じかな。まああんまり買い目増やしてもしょうがないんで。まあ、場合によってはもう3頭の単勝3頭でいくかもしれないですね。まあ、ということで、明日の馬券はカルパの出る8レースとメインレースで考えてます。で、まあ、日曜日はまた明日のレースを見てですね、まあ、中京ロックなの検証をしたいと思います。明日はちょっと、仕事をしてから、多分お昼ぐらいには終わるんで、ちょっとジムへ行って、ちょっと汗を流して、そこから、中京に向けて出発しようかなと。まあちょっと早めに出て、なんか東名が混んでそうだし、あの工事渋滞もあるかもしれないんで、でなるべく早めに、あの静岡の沼津のなんだっけな、のろし焼きか、のろし焼きと結構美味しいんですよ。あの鶏のもも肉のあの、なんて言うんだろう、鶏のもも肉なんですけど、結構おいしいんで、で500円で割とお腹いっぱいで食べられるんで、それとまあおでんを買って、おでんとおむすびを買っていつも食べてるんですけど、まあ6時ぐらいにはのろし焼きが売り切れになっちゃうんで、まあそれまでには行きたいなと思うんですけどね。でまあちょっと明日は東名をちょっとノロノロと行こうかなと。で浜松の浜松のまあ湖、浜名湖でちょっと犬を散歩させて、まあ多分沼津でもドッグランがあるんで、そこでちょっと遊ばせてと思ってますね。なのでまあ車中泊して、で、中京に行こうかなと思います。多分まあ浜松でちょっと一泊するような感じな。浜名湖で一泊するような感じかな。で、朝方ちょっと早めに出て、豊明に着いて、と。で、犬を預けて、中京競馬場という感じで考えてますね。まあ、日曜日は、多分、速報動画を出せると思います。で、多分今回は、速報動画は X に上げようかなと思ってるんですね。あとまあ YouTube だとあんまり現地動画の、なんて言うんだろう、どうでもいい動画っていうのはあまり再生されないんで、まあアルゴリズム的にもあんまり多くてもダメなのかなっていうのがあるんで、で、もう一個の、セカンド、サブチャンネル、サードチャンネルでもいいんですけど、ちょっとあのチャンネルは少し方向を変えようかなと今考えてるんで、そっちじゃなくて X に速報動画を上げて、で、まあ、ちゃんとした感じで、編集したやつをこっちのメインに上げようかなと思いますね。で、まあ、勝ったレースとか、あ、これは良さそうだぞっていうのは、まあ、このメインチャンネルに上げて、それ以外は X に上げようかなと思ってますね。ということで、まあ、また、詳細はまた、まあ、当日かその前にでもアップしたいなと思う。お知らせの動画も出せればなと思いますね。それでは。